今日は三日村初の都内でのライブということで、ライブ自体は4回目ぐらいになるんですけども、まあ、今までもずっと来ていただいている方、今回初めて来ていただいた方、たくさんお集まりいただきましてありがとうございます。1曲目が恋に落ちて、2曲目が未来予想図2をお届けしたんですけれども、すいません、ちょっと緊張してまして、皆さんちょっと懐かしい感じしていただけましたでしょうかね。私たち三日村はこういったちょっと懐かしい昭和の名曲を中心に活動をしております。恋に落ちてのね、ダイヤル回して手を止めた、今ダイヤル回すではないですからね。何かそうですよね。私は子供なんか多分見たことも触ったこともないような感じだったりすると思うんですけど、まあ、昔の当時のね、学生時代だったり、まあ、恋をしてたり、その当時の自分と重ね合わせながら聴いていただけたらいいかなと思ってますので、最後までゆっくりと、楽しんでいってください。よろしくお願いします。暑い、はい、じゃあ次はですね、福井が歌わせていただきます。はい、頑張って新グルメと
はい、じゃあ次の曲いきます。フォーユー。すいません、時々あのおちゃらけなことをしゃべります。
僕バンマスをやらせていただいております、翔太郎と申します。で、ミカグラっていう、なんかすごいこれって言ったミカグラっていうね、名前なんですけど、まあこれインターネットなんかでミカグラってこう言うと神様のね、前でやるその例えばお供えする歌であったりとか踊りであったりとか、そういうのが大体ミカグラって呼ばれて、多分漢字がちゃんとあるんですけど、まあなぜそういうかっていうと、そういうなんかミカ、そういうことをやる演奏する人たちみんなアナログなんですね。やっぱそのまあ今現代なんてこういう電子機器も使いますけど、基本的には手で弾いて歌ってね、叩いて、その一番シンプルな楽器というものを奏でるという意味では、まあ5人回しにしてもよかったんですけど、ちょっとそれじゃ芸がないなということで、ちょっとじゃあこういうミカグラっていう演奏する人たちみたいにアナログなバンドになろうということが一つありまして、まあ生身で音を叩き出すというところから、ちょっとそこにかけてですね、そういうミカグラという名前を付けました。で、このミカグラにはですね、一つちょっと掛け言葉がありまして、ミカグラの実をですね、美しい、それから歌を歌う、で、蔵は倉庫、蔵ですね。要は今ね、今何曲かやらせていただいた日本の歌、日本の歌に限らないんですけど、綺麗なやっぱり美しい歌が日本にはあるんじゃないかと。で、特に僕らの世代がこう育ってきた中で、決して今のね、現代ミュージックが悪いとは言わないんですけど、やっぱりすごく音楽の基礎基本みたいなのがすごく詰まってる曲が多いんですね。で、そういう美しい歌の蔵のような、ユニットになりたいなということで、かけましてミカグラというネーミングをした次第で、まあもしまたどっかでねミカグラって名前を見かけたらですね、見に来ていただいたんです。ちなみに YouTube にですね、ミカグラライブ、ミカグラってひらがなで、あとライブって LIVE ですね。で、やりますと一応ヒット数77回ぐらいで出てきますね。ありがとうございます。そのうち年間が50回ぐらい。そのうち年間が50回ぐらい。面白いね。見てますよ。ちなみにパート1、2、3になってまして、どんどん尻つぼみになってきて、こう悲しいね、カウント数になってますので、ぜひですね、もし弾いていただいたら、パート3から今度見ていただくように、していただくと、バランスが取れていいんじゃないかなと思いますので、一つよろしくお願いします。ずっと続いてるバージョンもありますよね。ね、そうそう、彼が。僕ら、ちょっとちぎりちぎり。そうです。飲み物が途絶えちゃった人はもう別に立って、はい、中央市に行っていたって構わないですからね。それがお店のためなんで。そうですね。また使ってもらいたいんで使ってください。どんどん飲んでください。一人ね、一杯500円ですけど、これちょっと言っちゃうと、大体ライブハウスとか行くと2000円とか取られちゃうじゃないですか。そのうち1500円がチャージなんですよね。で、僕ら今日こうして来ていただくためにですね、もし2000円払ったら4杯飲めるという買い物をしていただくと結構お得なんじゃないかと考えましてですね、入場無料にさせていただいてますので、ぜひおにぎりも美味しい、ね、そうです、おつまみもありますんでね、別に演奏中だから立っていっちゃダメとかその全然ないですよ。好きに皆さん楽しんでいただけたら、ちょっとツッコミ入れるかもしれない、はい、1人5杯飲んでもらったら帰れって風鈴あげるんだ。